松井氏が統一教会創始者の文鮮明の親族ではないかという記事を読んだ記憶があります。それ言いにくいけどただの憶測だと思いますよ彼が高校生の頃から知ってますけど、別にそこの親戚だとかその統一教会と親しいだとかとはなかったです。大山茂氏案と安倍晋三氏案のお父さんは統一教会の幹部だったというのは聞いてますけど、大山茂氏案、安倍晋三氏案自身は統一教会嫌ってましたから。久保木さんという人かな、一時相談役で本部席に座ってた方も統一教会の日本局長というか日本支社長でしたよ。あの方僕はあんまり好きになれなかった。座り方まで腹足をね、なんか上げてっていうか伸ばしてふんぞり返るような姿勢でしたからね。本部席で、はい、でガムかなんかくちゃ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 してた、そういう記憶もありますよ。態度悪い。態度悪かった。これはとぼけているのではないですか。浜には教えられないよと。その通りですよ。なぜかったら、例えば支部長が大半離脱しちゃった後に、山田は速度早いですよ。分支部長、全部支部長に格上げしちゃったから。あっという間に30人、40人になっちゃいますから、やっぱり山田シェアの力、ものすごく大きいと思います、松井にとっては。全国からお金が集まっても、松井館長はそれを例えばね、僕だったらね、100万円集まったら、3万や5万はね、3% から 5%、場合によっては 10% くらいね、事務経費として渡すでしょ。地方で入会の手続きとか全部事務やってくれてるんだから。彼一切渡さない。全部本部集めてる。僕言ったんですよ。せめて 10% や 20% は支部に返してあげたら、これは支部長たちみんな喜ぶよって。だけど、彼は言うこと聞かない。つまり何が言いたいかって言ったら、山田くんがいくら松井館長に貢献しようと、それに対して返す松井ではないと思ってます。全国から4億くらい集めて1000も支部に渡さないってね、普通できます？そういう感謝の気持ちがどうもない。俺はトップだから当たり前だという感覚があるんじゃないですか。これはあったと思うんですよ。浜井は裏表なさすぎて、うっかりした秘密は共有できないと。つまり浜井には知らせない方がいいっていう、これはあったとは思いますよ、正直言って。そういう空気はあったんですか？あったと思います。あったんですか？あったと思いますよ。ある意味そういう面もあったでしょうということであって、僕は大した意味持たないと思いますけどね、それは。はい。会費関係でたくさんのブラックホールがあり、疑念に耐えられなくなり、側近である浅草道場の木村神尾両師範や、成島さんまで辞めたのですよ。だから、例えば、神尾君が辞めた件とか、成島君が辞めたのはそれぞれ理由が違います。神尾君はどっちかというと不祥事に近いって聞いてますね。不祥事？うん。いや、これ言いたくないです。ほら、100% 正しい情報ではないけど、はいはい、なんか20人くらいと問題を起こしてると。え？はい。20人？これ、もう質問がかなりきつかった。まあ、少年部のご父兄ですよ。え？つまり、成島君であろうと、神尾君であろうと、人それぞれ、やめ方違いますよ、それは。だから一概には言えません。お答えしていきたいです。世間では何も知らない方が好き勝手語ってますので、僕が知ることをここに綴りたいと思います。ことの発端は故大山正史館長の葬儀からだと思います。葬儀にはたくさんの方が香典を持ってこられ、段ボール数個分ほどになったらしく、その山のような香典を館長の奥様の目前で松井館長と、黒崎先生らが無断で持ってきましたと。この時の写真が格通か何かの雑誌に載り、怒りが込み上げたのを覚えてますということなんですけど、これ僕はそのね、一体葬儀ね、青山の墓地で4000人くらい以上集まった葬儀に誰が主催してたんですか、あれ。主催が奥様なのか、松井館長なのか、それによってですよ、青山墓地に対する支払いもあるだろうし、やっぱ、あそこは非常に権威のあるところ高かったと思うんです。そうですね。果たして500万でできたのかと4000人も来たのね。それに対して松井館長が持ってった持ってかないじゃなくて、誰が主催して、ね、実施して、費用は誰が持って、誰がそれを払うのかによって、香典の行き先違うんですよ。もしこれが奥様が主催してたんなら、奥様たちが全部、費用も払うんだったら奥さんのとこ行くべきだし、松井館長が主催してるんだったら、松井館長が香典持ってておかしくないんだし、それをね、その、
表面のものの見方だけでどっちが持ってったとか持っていかないって、その憶測していること自体はおかしいと思いますよ。別にこれ松井館長擁護してんじゃなくて、これ、支払う責任者が香典持っていくのは当たり前だという、当たり前のことを言ってるだけなんで、誰かを擁護する必要は全くないんです。もし、これを松井館長が実施して支払いも松井館長がしてるんだったら、香典持っていくの当たり前じゃないですか、それ。で、これが奥さんがやってたのを松井館長が香典持ってたら、それは大問題ですよね。それは僕は今更もう中身わからないし、当日僕も主催者側ではなかったんで、一支部長であったから、答えようがありません。私が答えられるとすると、こういう結論になります。はい。まあ確かにそうですよ。費用だってかかるわけですからね。そうですよね。その持っていく方ばっかり考えてるんじゃなくて、これ費用誰が払うのって。大変だよねって。しかも、青山墓地の、葬儀場ですからね。結構高いですよ、ね。いや、どう考えたってね。今質問した方に聞きたいよ、僕は逆に。一体誰が主催かあなた分かってものを言ってるんですかって。で、それが分からないで、持ってったやつが悪いっていうんじゃ、これ、持ってった人が悪いんだかいいんだかっていうのは、それ、義務と責任の問題ですよね。権利と義務と責任の問題だから、それが明確でないのに、あの人が悪いだの、この人が悪いだのっていうことは言えないと思いますよ。そこのところよく考えて、ご自分の頭で考えてください。はい。当時の雑誌に載ったっていう部分も、そこだけ切り取って載せたみたいな感じでしょうね、それ。そういうことです。要するに報道とかマスコミ気づけなきゃならんのは、私は人種差別してんじゃなくて、区別してるんですっていうことをカットして、差別的発言だけ切り取って、話の筋をねじ曲げるってのはよくやるんですよ。これは気をつけなきゃならないです。だからさっき言った宮本さんもその通りでね、その部分だけ写真撮ってて、祭りが持ってったって言ったって、ほとんど意味ないですよね。それはマスコミに載せられてるとしか言いようがないです。はい。全部のこう事実がはっきりと分かんないわけですよ。そういうことです。そこだけだと。はい。で、まあこれ続きがありまして、そして大山館長の遺骨が黄色く、普通は白になるらしく、これについては誰かが闘病中の大山館長に長期にわたり薬物を投与していたからだそうですと。あくまで裁判で論じられた内容ですので、信用するしないは自由ですかということなんですけど、先生。そう、骨が黄色くなるってどんな理由があるか、僕は医者にいろんな例聞かないとわからないし、大山総裁もやはり、癌の闘病中で、肺癌の闘病中なんで、それ薬物はいっぱい打たれたでしょ。モルヒネも打たれたろうし、あれもこれもいっぱい打ってたと思いますよ。そしたら、その黄色くなってるっていう理由を医学的に説明できない人が、こうやって、なんじゃないだろうか、そうじゃないだろうか、ああだろうか、こうだろうか、場合によってはね、薬漬けにされて朦朧としてたんじゃないか、いやいや、もっと言うと毒殺されたんじゃないか、そんなことね、いくら言ってたってね、これ議論になりませんよ。その根拠は何ですかって言うと、骨が黄色く、骨が黄色くなった理由は、僕にはもう医者に聞くしか分かりません、残念ながら。はい。それこそ陰謀論みたいになっちゃいますよ。それこそ陰謀論になるんですよ。はい。じゃあ、続きの質問に行きます。いつも興味深く拝見させていただいております。浜石藩に質問です。私の知人から、実は大山摩擦はマッカーサーの指令を受けて、日本の武道をぶっ潰すために送られた人物だと、とんでもないことを聞いたことがあります。とても信じられないのですが、本来実践的だった日本の武道に顔面攻撃の禁止、括弧顔面を殴らないキックボクシングなど、スポーツ的なルールを導入させたのは極真空手であり、アメリカが戦後日本を骨抜きにしようと、セックス、スポーツ、3S 政策。スポーツ、セックス、スクリーン。スクリーンですね。を考えると、まんざら陰謀論みたいな話はないと思えるようになりましたと。先生、これか。もうそれは全くないと思いますよ。だって武道自体禁止されてたんだから。それを復興させようとしたのは大日本武道会であったり、やはり空手協会、空手道場、空手の集まり団体であったりね。そのルールってよく考えてください。そっちの理由よりも、どうやって怪我しないで顔面叩くのか、それが解決策がなかったからできなかったっていうのは、普通のリーズナブルな考えであってね。それにね、これ前から何遍も僕言ってるんだけど、武道とスポーツは違うよって。これほど武道とスポーツを区別した人は、僕は日本の武道界で見たことがないです。
最初何言ってるんだと、スポーツと武道違うって、まあ似たようなもんじゃねえかって。私自身がそういう認識ですから、若い頃は。それと、武道はスポーツ化すると弱くなるんで、時々原始的なね、殺し合いに戻って、その殺し合いの血をもう一度薄めて、結果に打つべきだって。あんまり言うと、ほら、この薬のね、問題でね、誤解される、打てって言ってんのかって言われるんだけど、目を覚ませということですよね。このこともね、しつこく言い続けたのは大山総裁ですよ。だからね、それは大山総裁も批判するところがいっぱいあったかもしれないけど、根本的には、これ前田さんが言ってたように、昭和22、3年生まれなんだから、朝鮮族日本人として生まれて、日本国籍だから、日本人として生まれてるんですね、はっきり言うとね。だから、ただ、言葉下手だったなっていう、日本人として教育受けてる割にはね、大山総裁って言葉下手だったな、あれと思ったことは何回かありましたから。だけど、本当に半分以上日本人だったんじゃないですか。特に武道教育に関してはね、大山総裁はすごくね、熱心だったと。スポーツじゃダメだと。武道じゃないとダメだと言い続けた。それ私が誤信空手で今言い続けてるんですよ。極真誤信空手で。なかなかこれがみんなね、フルコンのメンバーに分かってもらえないんだよね。これ本当に正直言ってきつい。でもまあこの、マッカーサーの指令を受けて、日本の武道をぶつぶさに送られた人物が大山総裁だって、これはさすがにないですよね。マッカーサーはね、1949年の、軍事外交評議会で何て言ったかったら、私が間違ってたと。東京裁判は間違っていたってはっきり言ってるんですよ。なんでそれ言ったかったら、その朝鮮戦争が起こった時に気がついたの。二つ気がついたの。一つは何を気がついたかったら、あら、これ朝鮮をロシアとか中国に抑えられると共産化するって。あ、これ日本がそこに行った理由が分かったっていうことがまず一つあるんです。もう一つはね、その鴨緑江の橋を爆破しようとして、議会、アメリカ議会上院だか下院だかにかけたら否決されちゃって、鴨緑江の補給路を爆破してはいけないってなっちゃって、あれ？この戦争は勝っちゃいけないのかとまで思ったって。なんでそんな力も働いてるのかって。つまりね、日本の立場が分かっちゃって、はっきり言ったんです。日本という国は人口約8000万から9000万を要し、ね、原料になるエネルギーも、ね、原料も何もない。あるのは蚕の生糸の繊維産業だけ。これにアメリカ、オランダ、いろんな国が第二次大戦前に、太平洋戦争の前に ABCD 包囲陣で補給路を断ったと。これは戦争行為であると。はっきり言うと、日本を干上がるような政策を取っちゃった。それで日本人は2000万人以上の失業者を生むことを恐れた日本の、主な日本であると。日本の戦争は防衛戦争であった。自衛戦争であった。はっきり1949年頃言ってんですよ、50年が。はい。大山総裁が第一回全日本を開いたのいつでしょう。僕がね、18歳で、1974年には20歳だから、72年くらいですよね。72年、はい。1949年よりずっと後でしょ。その頃日本に対する非難はマッカーサーにはなかったと思います。だから、その第一回全日本だって僕が15歳くらいの時、これ僕が行った時は第3回終わってたから、15歳っていうことは、引く腰だから、1969年に、その20年くらい前にすでに、マッカーサーは、日本は悪くなかったって言ってるんです。東京裁判は間違いだったって言ってるんです。これね、歴史的経緯見たら、その心配は僕はないと思います。で、そんなね、マッカーサーの言うことを聞いて、その何、日本の武道を骨抜きにしたって、
それあなたちょっと考えすぎると思いますよ。で、まあ自分の頭で考えてくれたのはありがたいですけど、はい。なんか小説みたいな話になってます、はい。で、まあこの質問者続きがありまして、まあこの人もそうなんですけども、まああと世界日報過去統一教会との関係性も気になるところですが、はい、これについて浜師範にできれば忖度抜きでお答えいただければ幸いです。何を忖度するの？まあその、世界日報統一教会？統一教会と大山総裁の関係じゃないですか。あの、これは奥様も言ってたけど、統一教会の人がしょっちゅう大山先生にね、壺持たせて写真撮らせてね、それを利用しようとしてたと。で、ただ、大山総裁はパワーが好きだから、やっぱりね、文政明も偉いやっちゃな、みたいなね。要するにパワーあるなといっぱい信者抱えてね。ある意味はその武道組織と一緒に見てた面があるんで、その点は評価してたと思いますよ。ただ、大山総裁別に統一教会の会員じゃなかったし、はいはい、さっきも言ったように大山茂安彦氏家のお父さんが幹部だった。それと、その大山家に、大山家って大山茂安彦氏家の家に居候してたことを大山総裁あったらしいんで、だから、そういう意味でお世話になってたってことはあるだろうけど、決して統一教会会員ではない。だって、生徒の前で統一教会入れとか、なんか壺買えとかって言われたことないですから、私も何十年もいて。はい。だから、世界日報に関してはね、統一教会の機関紙であって、だからね、あれね、二つのアプローチがあって、宗教的アプローチ、日本が悪い国だって教えてる統一教会ね、はい、サタンの国だと。だから、うん、サタンの国って言ってるわけ。だから、大嫌いだったし、私は。大嫌い。大嫌いだけど、もう一つはね、あれ、日本人に受けた理由があるんですよ。反共。勝共連合。かつ共産主義。かつ共産主義。勝共連合というのを作って、それが、その機関紙が世界日報だったし、その主体は統一教会なんです。だから自民党に食い込めたというのは、その勝共、反共産主義ってことで食い込んだという、二面があるんです。宗教面と政治面が。これうまく利用したんですよ。だから、忖度して僕は物言う必要ないんです。極真の世界大会とかいろんな世界日報もしてくれたのは分かってるんですが、正直言って僕は統一教会関係そのものが嫌いですから。忖度する必要もないし。かといって、じゃあ大山総裁が統一教会だったのかって言われたら違うし。ただ世界日報はやっぱり勝共ってことはあって、やっぱり自民党の毛利松栄さんとか、自民党の政治家が教えたこともあるから、これは否定できなかったんだと思いますよ。はい。このぐらいの答えでよろしいですか？僕が知ってる範囲だとこれぐらいです。忖度は一切してません。はい。忖度は一切してません。はい。まあ、その辺も、小島さんが面白おかしくこう言っちゃったところも結構あるんで、その辺は信じてちゃってる人もいますよね。だからね、小島さんの害悪は、三平君に対するね、その陰謀論みたいなことを言ってみたりね、その政治的なあれがあるとかね、増田君に対するものの言い方、私に対してもそう。